川崎フロンターレ、ドーグラス・コーチーヌ獲得かこの動画では、川崎フロンターレに移籍の噂がある、ドーグラス・コーチーヌ選手のニュースについて振り返ります。ぜひ、最後までご視聴よろしくお願いします。J リーグについて動画を上げていますので、ぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。10月27日、ブラジル2部ロンドリーナ EC 所属のブラジル児、ドーグラス・コーチーヌ選手が、 川崎フロンターレが獲得する可能性があるようだとブラジルのラジオ局が報じていますドーグラス・コーチーニョ選手は1994年2月8日生まれの現在28歳身長1 8 3センチ体重7 1キロの選手ですブラジルのクルゼーロ EC とアトレチ・コパラナエンセの下部組織に在籍しアトレチ・コパラナエンセでプロになりました2016年にはクルゼーロ EC と ポルトガルのプリメイラリーガに所属する SC ブラガに期限付き移籍しましたその後もブラジル国内のクラブを渡り歩き2019年には現在リッセル神戸所属の小林裕樹選手が所属していた韓国2部ソウルイーランドでプレーし昨年9月から4ヶ月に渡り無所属状態となっていましたが今年1月にロンドリーナ EC へ加入していましたロンドリーナ EC では前線や右サイドなど複数ポジションで起用される中 ここまでブラジル2部リーグで31試合に先発出場して7ゴールをマーク、パラナ州選手権で挙げた4ゴールと合わせてチーム内での得点ランキング首位に立っています。レアンドロダミアン選手、マルシーノ選手の遺跡の噂がある川崎フロンターレ、今後のドグラスコーチーの選手の動向に注目しています。以上、リッパーのサッカーチャンネルでした。